そうですね。大学を卒業して、最初の頃は翻訳の仕事だったので、かなり勉強不足でして、その後翻訳は、技術とか分野と関係なく、依頼してくる人は翻訳者がその技術が分かっているか分かっていないかが全く知らないまま依頼してしまうという問題がちょっといろいろあって、でその時、一番重要になってきたスキルは、どうやって新しいものを、新しいことを早く勉強できるかというのが、一番、仕事に役に立っていたスキルだったと思います。なので、まず一つはスキルセットとしては、どういうふうに新しいものを、すぐに勉強できるかが一番重要なスキルかと思います。その後ですね、用語は大きいと思うんですけども、マイクロスペシャライゼーションよりは、最近はフレキシブルスペシャライゼーションという、用語をよく使われるんですけれども、マイクロスペシャライゼーションの時代がもう過ぎていると思っております。主に我々の分野では、科学ではないし理系ではないので、どういうふうに柔軟性を持った専門、自分の専門を作っていくかがもう一つの、大事なスキルかと思います。